ないんだったら命がけで倒さなきゃいけないんだよ、みんなでね。一人で倒せるものじゃないんだよ、これは。メディア倒したりね、メディアだって倒さなきゃいけない一つでしょ。でそういうブラック企業も倒さなきゃいけないじゃない。あの枯葉剤撒いたあのビッグモーターあったでしょ。枯葉剤って何か知ってる？生物兵器だよ。だけど生物兵器持って撒いたのにどうしてか伊藤忠があの再建してるじゃない。で伊藤忠っていうとこは中国なんだよね、会社はね。あの日本の会社で一社もないって毎回言ってたんだけど、伊藤忠も中国の会社なんだけど、あのファミリーマート経営してるけどね。であのそのビッグモーターを再建すること自体がもう違反なんだよね。あの枯葉剤撒いたっていうのはベトナムと一緒よ。ベトナムでね枯葉剤撒いてね、あの国家人体に影響いっぱいあったんだよね。昔アメリカの在日のサッパーは CIA か知らないけど、そこのとこがベトナムであの枯葉剤撒いたんだよ。で体がくっついて生まれた人いたの、名前言わんけどね。あの兄弟でひっついて生まれてきたの、双子の子がね。で片方の方は亡くなっちゃって、片方は生きてるけど、切りお腹がひっついて生まれてきてたから切り離しは一応したんだよ、その事態はね。名前言わんよ、それはもう失礼に当たるからね。余裕、まあ熱してみたらすぐ乗ってんだけど、そんなもんね、そんなもんおかしいんだけど、ちょっと言い方がおかしかったね。やっぱり自分たちで調べないから陰謀論でとなって、でそのまま続けようとしてるでしょ、みんな。今も時間紡いできたじゃん、2021年のあのパンデミックの時からね。パンデミックやってて、どうして生き残ったからただ生活できてるわけでしょ。だけどホームレスになってる人もいるし、あの借金だらけになってる人もいるわけ。だけど自分たちの中国とか GS の環境はすごく儲かってるわけでしょ。で消費税も 10% に引き上げて、で森林課税も取ってる時点でもう仕事しない方がいいよね。あの結局労働しても奪い取ってるじゃん。インボイスで金を取り、森林課税で金を取り、でウーバーイーツとかあの出前館とかやっぱ中国系の会社だし、韓国とかね。じゃあ日本の人があのスコア制で使われてるわけじゃない。日本の人じゃないかもしれないけど、ランクの下低いね在日の人も結構使われてるよ。いくら在日って言ってもランクがあって、上級だったらいいランクつくし、悪い人だったらね、あの西成に行く人もいるし、あの必ずみんなが優遇されてるわけじゃないんだけども、あの 戦後だったかな、あの江戸の末期だったかな、そこからねいろんな人が入ってきてたんだよね。あの本当の日本人の数は3000から4000万人なんだよね、あの江戸の末期の時点では、うん、でその後にあの戦争があったじゃない、第一次第二次と、ね、あの日露戦争とかもあったけど、で1923年ぐらいかな、関東大震災とかあったじゃない。いやどのようにしてこのように人口増えるのって無理があるんだよね、どうだってね。だから黒人間がおるんじゃないってことね。ドラえもんじゃないけど同じコピー商品がいっぱいおるんじゃないっていうことね。外でほとんど俺は仕事で学校行ってたり車混んでるったりするけど、本当に人かねえって思ってるんだよね、うん、全部は違うんじゃないってね思って生きてきたんだけど、 YouTube で自分で分析もしとったけどね、どう見てもライブ配信とか見てると、歌舞伎町とか見てごらん、あの同じ人が同じ時間に走ってる人いるよ、同じ人がね。あの2日3日見とけば答え出てくるよ、これはね。暇でしばらくニートがいいって私は言ってんだよね。ニートじゃないと気づかないし、あの歴史を振り返ってみてごらんで、長く生きてる人はね。子供とかちっちゃい子は分かるわけないんだけど、大きくなってるおじさんとかおばさんとかだったら、あの60代40代ね、50代30代だったら、自分が生まれてきて生きてきた過程でどこが良かったのっていうことを振り返った方がいいよね。生きてきた証はあの残ってるけど、嘘の歴史は消さなきゃいけないけど、じゃあ学校で何のために総理大臣とか習ったんでしょうねっていうことは、うん、洗脳だということになるんだよね。日本人の総理大臣いましたかっていないんだよね。まあ田中角栄さんと小泉じゃなくて、橋本龍太郎ね、あとは小渕さんって言われてるけど、あとは違うんだよね、どう見てもね。で河野太郎ってやつはあの中国のスパイっていうか中国のやつなんだよね。親